イニャツヨルポイニャツヨルポは、シチリア出身のニューヨークのマフィア。モレロ一家の組織犯罪の中核を担った。あだ名は、ウルフ。警察に対しては、母方のせいであるサイエッタを名乗ったことから、イニャツヨサイエッタの名でも知られる。シチリアとパレルも生まれ。父6子は、地元マフィアの一員。10歳の時から、父の雑貨店の手伝いをやっていたが、1898年10月。 商売ライバルお店で、口論な末射殺し、警察に追われた。1899年、シチリアからリバプール、カナダ経由でアメリカに密入国し、マンハッタンのローアーイーストサイドに落ち着いた。雑貨屋を開いたが、うまくいかず、ブルックリンに移った。1901年マンハッタンに戻り、リトルイタリーの一角に輸入雑貨店を開いた。コルレオーネ出身のマフィア、 ジュゼッペ・モレロの酒場が裏にあった。モレロと連携して、紙幣偽造や移民相手の強制を始めた。移民の商人に自分の品物を強制的に購入させ、買わないと店に放火したり爆弾を投げ込み、時に店を破産させた。偽札や強制で稼いだ資金をもとに輸入ビジネスを拡大し、マンハッタンからブルックリンまで各所に支店を作った。 オリーブオイルやイタリア産レモンの輸入はニューヨークでも最大規模を誇り年賞50万ドルとも言われた。リトルイタリーに新たに建てた本社はゴージャスで街中で一際目立った。商売道具の馬やワゴンは最上級で好んでリトルイタリーを馬車で乗り回した。ルッポの輸入ビジネスは合法の利益を増やす表の目的と偽札の消化を隠蔽する裏の目的があった。 モレロ一家の資金を管理する財政係、また組織内のパレルモ派閥を統括する存在とも言われた。1903年12月、モレロの義理の妹と結婚して、モレロとの結びつきを強化した。1906年3月7日、著名な銀行家の子供を誘拐、監禁したとして逮捕されたが、子供が法廷で、ルポと対面すると、それまでの証言を撤回したため、 釈放された。1902年7月23日、雑貨商ジュゼッペ・カターニアの袋詰めの遺体が、ベイリッジの岸辺で発見された。モレロ一家の張り込み監視をしていた、ユススによれば、カターニアがいなくなる前にルポと一緒にいる姿が、目撃されており、ルポといたのがカターニアを見た最後だった。警察は、カターニアが、紙幣偽造の仲間で、 口封じで殺されたと見たが、証拠がなく、基礎を見送った。1903年4月、一家のメンバーの親族ベネディット・マドニアが木の樽入りの遺体で発見された、バレルマーダー事件で、モレロラ12人と共に検挙されたが、証拠不十分で釈放された。さらに1902年に遡る、紙幣偽造の件で再逮捕されたが、これも証拠不十分で放免された。 1908年11月、不景気の煽りを受け会社が倒産し、10万ドルの負債を残して失踪した。失踪前にワインや雑貨など大量の物資を買い付け、その代金を支払っていなかったため多くの取引相手がルーポの家に集まったが、もぬけの殻だった。同時期にマンハッタンからブルックリンまで似たような雑貨会社の破産が相次ぎ、 被害総額は50万ドルに達した。警察はルポを中心とした大規模な破産詐欺との見方を強めた。ルポは買い付けた大量の品物を倉庫に一旦保管し、出荷して故郷で売り裁くとともに、この資産をもとに銀行から巨額の金を借りて、これを着服した。さらに抵当権が設定された建物を何も知らない。 商人にリースするなど不正な不動産取引を行った。モレロ一家のアドバイザーで弁護士のフィリップ・サイエッタが、ルポの銀行借り入れを仲介したり、破産詐欺の手口をアドバイスした。ルポの雑貨チェーンの参加に、アントニオ・チェから、ジュゼッペ・パレルも、アントニオ・パッサナ・アンティ、フランク・ジトなどがいた。一説に、失踪の間、弟ジオバーニ・ルポのニュージャージーの家に潜伏した。 1909年後半、ニューヨークに戻ると銀行家や債権者を前にして、ブラックハンドから1万ドルを脅し取られ事業が立ち行かなくなったと、自らが強制ギャングの被害に遭ったかのように主張した。物資の一部はすでにイタリアに出荷されていたが残った物資は競売にかけられた。被害者の証言をもとに詐欺で逮捕されたが、1909年11月に、 被害者がルポの後半に出廷しなかったため、罪状は否認された。ルポがまだ行方をくらましている1909年春、パレルモで、マフィアの調査に来ていったニューヨーク市警の特別捜査官、ジョゼッペ・ペトロジーノが暗殺された。モレロや、現地の美とか師匠フェロと共に、暗殺の防御に加わっていた疑いがある。ペトロジーノは1900年代初めから、 モレロ一家の犯罪活動を追いかけ、直近はイタリア系捜査官の特別チームを作るなど、取締りを強化していた。ペトロジーノのイタリア出張工程は極秘だったが、事前に新聞にリークされ、誰もが予定を知ることができた。1908年半ば、モレロ一家は再び紙幣偽造の準備を始め、ルポは北ニューヨークのハイランドの農場に作った紙幣偽造工場を時々視察し、 進行状況をチェックした。1909年、不穏な動きをするモレロ一家に、ユススが反応し、メンバーを尾行して、ハイランドの拠点を突き止めた。1910年1月8日、バスビーチの自宅で、ジュゼッペ・パレルモといるところを、ウィリアム・ジェイ・フリン捜査官率いるユススチームに、逮捕された。1910年2月19日、先に逮捕されていたモレロと共に、 死刑偽造の罪で実刑判決を受け30年刑でアトランタ連邦刑務所に収監された。裁判中、判事のもとに死の脅迫状が届き、裁判後は不倫捜査官の暗殺を格索したが失敗に終わった。モレロ一家はその後もモレロのヤルポの原刑、釈放を格索し、政治クラブまで作った。1920年6月、 再犯すれば残ったケーキに服するという条件付きの御社で出所した。服役していた10年間に、裏社会の勢力図は一変し、禁止法の下で、ギャングが激しい縄張り争いを展開していた。ルポのリトルイタリーやブルックリンの縄張りは、パレルモ系マフィアのサルバトーレ・ダキイラに支配されていた。1921年半ば、同じ頃出所したモレロと共に、ダキイラから、 死の宣告を受け、同年11月頃シチリアに退避した。シチリアで味方の指示の取り付けに奔走した。1922年5月、ニューヨークに戻ると、モレロはダキーラと戦ったが、ルポは降参した。再犯すると刑務所に逆戻りとなるため、モレロのイフテイのチロテラノバの家でおとなしくしていた。1923年12月に、ブルックリンで、 パレルモ派閥のマフィアとカラブリア系ギャングの縄張り争いの調停役を壊れるなど一定の影響力を保持した。1927年テラノバの資金援助でブルックリンに家を建て、息子とフルーツ輸入やパン屋を始めた。ドル箱の酒の密輸には関与できず強制ギャングを率いてイタリア系のパン職人組合に入り込み、回費を名目に日銭を稼いだ。またフルーツ取引では、 ブドウの卸売をコントロールし、ブルックリンの販売利権を主中にしたほか、宝くじなど違法土博も言った。1930年と1931年、ルポのブドウ利権に挑戦した、商売敵を殺害した容疑などで2回逮捕されたが、証拠欠如で放免された。1935年、パン屋への強制行為で逮捕された。被害者のパン屋の多くは、 報復を恐れて証言しなかったが、あるパン屋の女性は店に放火され爆弾で商品を台無しにされても強気で、ルポの脅迫暴力を法廷で証言した。この頃、全国犯罪シンジケートの確立などから、長年のパトロンだった寺の場の裏社会のステータスは低下していた。1936年7月、ルポは有罪となった。再犯によって恩赦資格が停止され、 20年の残存刑期を服役すべくアトランタ刑務所に送り返された。1940年代、かつての仲間の多くは引退または死亡し、同じ刑務所にいた比較的新しい部下たちとは年齢が離れすぎて一人で過ごす時間が増えた。孤独を紛らわすため宗教に走った。規則を無視する問題児だった1910年代の監獄生活とは打って変わり、 仕事の裁縫をきれいにこなして、下手屋に褒められるなども範集になった。長女に宛てた手紙では、シチリアの子供時代に戻って、あの格闘と悪行の時代を知らずに若いうちに死んだら、よかったと記した。看護医はルポが精神疾患を抱え、老年性地方の兆候があると診断した。1945年夏には、 ボケや子供じみた態度をとることが増え、急速に容態が悪化している。家族が面倒を見られるうちに釈放した方がいいと勧告した。御社破りの囚人の再出所は法手続きで難航したが、1946年12月21日、病気を理由に釈放された。持ち金が8ドルしかなく、刑務官から旅費を借りて、ニューヨークに戻った。妻は、 長年の貧窮から持ち家を売却して、クイーンズの借家に移り、子供がしばしば訪れていた。家族とクリスマスを過ごした後の翌年1月13日に死亡した。釈放から3週間後だった。ルポの死は新聞に載らなかった。クイーンズのカルバリー墓地の寺の化けの墓に、英語表記のイグナティアスルポとして埋葬された。ルポは組織の財政。 資金面を管理する役目だったとされる。ユスス長官ジョン・ウィルキーによれば、ルポがブラックハンドのンド組織のボスであるかのような言説が広まったが、実際はモレロのツールに過ぎなかったとして、ルポを一家の大ボスと報じていた当時のマスコミに釘を刺した。同ユススの不倫捜査官が一貫してルポをモレロと同格の共同リーダーと見ていたため、日頃、 不倫情報に依存するマスコミは、モレロより、商売が派手で目立っていたルポを、大ボスのように報じるようになった。ウィルキーも不倫も、組織への10年近い偵察活動により、個々のメンバーに関する膨大な情報を、共有していたが、見解の相違の理由は不明である。今日、犯罪視野の間では、内部密告者その他の証言により、モレロが、一家のボスであり、ルポは、 一家の財政を仕切るリーダー格ではあったが、ボスではなかったとする見方が多い。ルポが組織の大ボスのように捉えられた結果、一家に絡んだ殺人事件が起こるたびに残虐非道のイメージがルポに集中した。銃もナイフも最も早い使い手、戦慄のマーダーステーブルの持ち主、60人を殺した裏社会のドンといったルポ伝説が形成された。モレロ一家に関連した。 殺人数は50から60と言われ、これには一家による粛清のほか、犠牲者親族によるメンバーへの復讐殺人も含まれたが、ルポがその全てに関わったかのように誇張された。フリンはルポについて殺人暴力の面ではなくそのビジネス面に着目し、新手の犯罪ビジネスのスキームを発案しては次々に実行するアイデアマンと特徴づけており、 殺人暴力の役割はむしろ、トンマーズ・オペットなど他のメンバーに割り当てている。モレロとの結びつきから世間では久しく、コレオーネ出身と信じられてきたが、公的な記録はパレルモである。一説にパレルモのペイリレリ組織のメンバーとされる。サルバドーレ・モレロという男を殺し、1899年4月、本人不在のまま有罪宣告されたが、 その時にはすでに国外に逃亡していた。近隣商人が驚くほどの品揃えだったと言われ、ニューヨークタイムスがその盛教ぶりを伝えた。FBI の前身の一つで、当時、紙幣偽造犯罪を担当した、財務省直轄の秘密警察。ルポと同じく失踪したアントニオ・パッサナンティは、シチリアに逃げていたが、ペトロジーの暗殺関与で、パレルモ警察に逮捕された。 ペトロジーの暗殺後に、ニューヨークでは無理だった。コートのポケットに拳銃を隠し、二人のガードが常に、後ろについていたと語っていた。同じ刑務所だったが、モレロとは隔離され交わることはなかった。犯罪活動の禁止という条件が伏せられ、これを破ると、恩社資格が解除される特殊な恩社だった。大統領の専決事項。1921年11月頃に、 シチリアに行き、翌1922年5月にアメリカに戻ったが、入国自民局に一時拘束された。パレルモ派、ジョゼフ・ブサルドとカラブリア系のビアチョジオルダーノの密輸構想。ジオルダーノの配下にアルバート・アナスタシアがいた。ルポと面会した手下によれば、定期的にミサに出席し、自分が選んだ人生に残悔の気持ちを表した。ルポは、 ニューヨークで最大のパレルム派閥のボスだったのでモレロの権力に被験すると唱える説もある。ありがとうございます。